皆さんこんにちは。島村楽器ラゾーナ川崎店サックスインストラクターの尾中裕太と申します。今回は人気ナンバー完全攻略レッスンテイク5編の第3回ということで、第1回の A メロ、第2回の B メロに続き3回目アドリブの部分を取り上げてレクチャーしていきたいと思います。まずはアドリブの解説のに入る前に、この曲のコード進行について少し解説をしようと思います。通常ジャズの曲というのは、最初にテーマ部分を演奏します。でその後に、そのテーマ部分のコード進行に沿ってアドリブを演奏していくというスタイルになるんですけれども、この曲に関しては、A メロの部分 Cm7 と Gm7、この2つのコードをループする部分だけを使用してアドリブを取っていくという少し特殊な形の、アドリブになります。そして、この曲のオリジナルバージョンのポール・デスモンドの演奏なんですけれども、このシンプルなコード上で、1つのスケールのみを使用してアドリブを構成しています。でそのスケールなんですけれども、C のドリアンスケールと言いまして、通常のドレミファソラシド、この音の、ミの音とシの音、これを半音下げたスケールになります。では実際にスケールを演奏してみますので、運指と音の響きを確かめてみてください。ではいよいよメロディーのレクチャーに入っていきたいと思います。では最初のポイント1ですけれども、冒頭の2分音符ソの音に対して半音下の装飾音符を入れていきます。ポイントとしては、装飾音符になる、ファシャープの音、これを発音するときにタンギングをせずに息だけでじわっと立ち上げることです。その後に続くドラソの加工する音はため息のように小さめに吹くと雰囲気が出ます。では実際に演奏してみます。ではポイント2番です。テーマの部分でも何度か出てきましたけれども、普天四分音符の音に、短くビブラートをかけていきます。アンブシュアを緩めてタウアという感じで、普天四分音符の伸ばしの音に変化をつけてみてください。では実際に吹いてみます。では次はポイント3です。2段目の4小節間、2拍目の裏のミーフラットの音ですね。この音の、お尻を顎を使って、ベンドダウンしていきます。次の8分音符のどの音に向かって音を下げていくようなイメージで演奏します。短い音符でパッと顎を緩めないといけないので、コントロールが難しい部分なんですけれども、ゆっくりと吹いて、ニュアンスをつかんでいってください。では次に2段目の4小節間をベンドを入れた状態で演奏してみます。では次にポイント4番です。こちらも冒頭のフレーズと同様に、頭のファの音に対して半音下のミの音、ミのナチュラルの音を装飾音符として入れていきます。これもノータンギングで音を立ち上げるようにしてください。では次にポイント5番です。3段目3小節目の8分音符最後のミフラットの音を、タンギングではっきり止めていきます。こうすることで次の小節の頭にある9符、この部分にためができますので、リズムが生き生きとしてきます。このあたりからアクセントや音を止めるということでメリハリをつけていくフレーズが増えてきます。では実際に演奏してみます。
イント6番です。5段目の最初のサイドキーの高いレの音に対して装飾音符を入れていきます。ここも、最初の部分と同じで半音下を入れていくんですけれども、ここの部分はアドリブの中でも一番音域が高く盛り上がるところですので、装飾の入れ方も、冒頭とは違ってですね、タンギングを入れてはっきりめに吹いていきます。でその後またすぐに1拍目の裏で同じレの音が出てくるんですけれども、こちらタンギングを入れてしまうとですね、音がブチブチと切れてしまってつながりが悪い印象になってしまうので、最初のレの音はタンギングを入れての装飾音符、1拍目の裏のレの音は、ノータンギングでの装飾音符を入れて演奏してみてください。では次にポイント7番です。5段目の最後の小節8分音符のドの音ですけれども、ポイント3の時と同じように顎を緩めてベンドダウンをさせていきます。この辺りから最後に向けてアドリブのフレーズも徐々にクールダウンしていきます。では実際に演奏してみます。ではポイント8番です。6段目の最後の小節8分音符のレの音ですね。この音をポイント3と同じようにレの音からシの音にめがけてベンドダウンで下げていきます。ここも顎を使っての演奏になります。でそのレからシに降りる時なんですけれども、シの音を少し小さめに吹いてあげることでフレーズにメリハリが出てくるので、そのように演奏してみてください。では最後にアドリブ全体を通しで演奏してみようと思います。このポール・デスモンドのアドリブなんですけれども、デイブ・ブルーベック・カルテットのタイムアウトという CD に収録されているバージョンの演奏になりますので、今回のこのレクチャーを見るのと同時にそちらのCD の演奏も必ず聴いて参考にするようにしてください。テイク5最終回アドリブ編はいかがでしたでしょうか。ジャズの名演というのはですね、テーマは比較的簡単でもアドリブに入ると、途端に高速フレーズや難解なスケールが入ってきて吹くのが難しいというものも多いんですけれども、そんな中このポール・デスモンドのアドリブというのはですね、長さも短めで使用スケールも、たった一つなんですけれども、その中でもメリハリはしっかりついていて、装飾音符や、音の止め跳ね、それからビブラートなどジャズで必要な大切なニュアンスがたくさん細かく詰まっています。こういったアドリブというのはすごく、希少といいますか、勉強用としてもすごくいいので、ぜひ今回のレクチャーを参考にこのソロをマスターして、この吹き方奏法を他の曲にもどんどん活かしていってほしいと思います。
今回のこのレクチャー3回分なんですけれども、 A メロがザ・サックスの77号、 B メロが78号、そして今回のアドリブ部分が79号に収録されていますので、ぜひ今回しか見てない方はバックナンバーの方も見ていただけると非常に勉強になると思いますので、よろしくお願いします。では、今回で最後になりますけれども、皆さんのサックスライフを応援しておりますので、今後も練習頑張っていってください。ありがとうございました。